すみません吉谷さん大谷翔平さんって誰ですかねあんまり有名じゃない人は私分かんないですね <laughs> まあ有名な人も私知りませんね隠居してますんでまあでも大谷翔平さんっていうのは何かの有名人でまあプロかなんかなんでしょうね、うん、でもなんかこう実際稼げてるのか稼げてないのかってことは私ねずーっとネットビジネス見てて思ったんですけどもこの 銀行通帳を見せようがね、売上画面を見せようが、そんなもの全く当てにならないと、いくらでも作れちゃうんですよ。だから、毎日こいつ暇してんのかなでいいんじゃないですかね。まあ私はばかりながら、2013年、マージャン店を経営している真っただ中でした。マージャン店辞めたのは2015年です。ネットビジネスに出会ったのは2013年です。そこから私のネットビジネスはスタートしました。マージャン店をやりながら、ネットビジネスをやる。 マージャン店は16時間、残りの8時間をネットビジネスにぶち込んだわけですよ。まあ最初はあんまりできませんでした、でも。最初はあんまりできなかったって言っても、多分ね、毎日30分1時間、コツコツやってる副業気分の人よりはやりましたね。そして毎日人をお招きして、まあ、いろんなね、相談事にお答えしていました。ネットビジネスの相談事、ホームページの作り方、ツイッターはどういうものなのか。まあそういうふうなね、IT のスキルについてのことを、 重点にお答えしましまた私のやり方は事前に質問をいただきます事前に質問をいただいてその質問に対して回答を検索して用意しておきます、ね、そして面談の日に回答をセミナー形式でお話ししますその繰り返しですで相談に来ていただく方に申し上げたのは時間がもったいないですから事前に質問したいことを何点か投げといてくださいって言うんですよ、ね、整合性取れてるでしょ そして、質問に精一杯答えた後に、まだ時間が余ったら、その現場で生まれたことにいろいろと答えていくんですけども、難しい質問に関しましては、それは後ほど回答しますねと言って、動画で回答をお送りします。パーフェクトでしょ。そういうふうにしていって、私のクライアントさん、お客様からの信用を積み立てていって、その信用がお金になったってことなんですよね。それが今でも続いてるってことなんです。さすがに、いろんな Q&A に答えていくと、今はね、 検索しなくても大体全てのことに答えれますもうね IT の質問ってそんなにねたくさんないんですよ私が感じたところ200種類の質問に大体初心者の方は収まります中級者上級者の方に関しましては難しい質問確かにあるんですよまあでも今更私に答えられない質問ないですねまあそれが稼いでるかどうかの一つの証拠になるんじゃないですかねプロフェッショナルは 答えられないことがないんですよ。特に8年間やってみますと、まあ吉谷さんには及ばないですけども、8年間やってますと、もうね、同じ質問しか来ないっていうのがね、感想ですね。一語一句同じと言ってもいいです。幾度違う人が同じ質問をしてきます。だから答えることはいつも一緒です。非常に簡単。壊れたテープレコーダー。ね、菅総理みたいに同じことを答えるようになります。えそしてね、2015年に、 私が麻雀店を辞めてネットビジネスに特化しました。2017年から隠居です。その姿を麻雀店の頃から付き合いがあった人は全て見てます。吉谷さんも見てます。一戸建てを一括で買いましたローンはありません。ローンがないから車を買い出すこともできます。こうやって毎日ブラブラやってます。支払いがないんだもんだって。入金しかない、ね、これが、この暮らしが何よりの証拠じゃないですかね。そして動画を 毎日残してもう万万本1万5千本超えてますよ、ね、吉谷さんも2万本いいんじゃないですかこれでこれで今更ね通帳見せろとかねそっちの方がお笑いですよ <laughs> 通帳は偽造できますだからそういうふうなね数字をパッと見せて数字によって信頼させるよりもうん、まあ、そうですねこういう言葉があります数字は嘘をつかないしかし嘘をつくやつは数字を見せるどうだいってらっしゃい